こんにちは。はい、こんにちは。ちなみになんですけども、今日は何の撮影でしょうか、山津さん。いや、普通にソフトボールの動画撮るつもりやけど、なんでスーツなん？え、ソフトなん今日？そうやろ。え、仕事じゃないし。じゃないです。スーツ着てきたけど。じゃあ一瞬で着替えますか。そうか。じゃあ着替えよ。せーの。ユニフォームに着替えてきました、ちなみになんです、今日何の特集するんですか？女の口説き方得意です。カットで。ガチめに今日はみんなのためになるような守備の特集を。守備といったらやっぱり梅陵侑選手の守備みたいですよね。なんでじゃあ来たんでしょう。巻きかなと思って。ブンダはサードとか今セカンドとかショートもやってるし、いろいろやってるから、2人の守備の感覚論だったり、どういう風にやってるかみたいのを、まず基礎とかも含めながらやっていけたらいいんじゃない？そうですね。僕なりに皆さんにお伝えできればいいかなと思ってますので、ぜひご覧ください。ちょっと聞くのやめてくれ。ウネさんに力を借りながら、動画映えしてくれたらいいかなと思ってます。やっぱり女の子ってやっぱり、まあ、守備ということで今日は結構質問とかいろいろ守備に対して来るんですけど、まあ、自分もそのいろいろ思ってることとか感覚論ってあるんですけど、それでも守備って難しいんで、見てくれてる人のためになったりとか、試してみてよかったことがあったら、まあ、自分も嬉しいので、まあ、それをやっていただきたいなっていうのと、普段はそうこう教えてもらってるけどみたいな、そういう考えもあるんだみたいな知っていただけたら今日はいいかなと思います。ソフトボール使って多分落ちない。でもドロップの落とし方なら教えれる。ドロップの落とし方なら教えれる。ドロップの落とし方なら教えれる。ゲストの浜口さんです。はい、お願いします。これは難しいぞ。ここ難しいぞ。はい、よいしょ。よし。浜口さん、胸の守備どうですか？浜口さん、吉永の守備どうですか？ないな。すごいすごい。
見ていただけたでしょうか。応用はこの辺こういう感じでやっていくんですけど、応用なの？応用です。で今日は基礎を皆さんに教えたいということで、今から細かく説明していくのでぜひご覧ください。どうぞ。めちゃめちゃ、まあいいんちゃう。それは最初つなぎやし。ゴロを取る基本っていうのは、自分はだけど、このショート守ることが多くて、どういう風に意識してますかっていう質問とかが結構あるんだけど、段階に言うと、まあ、最初構えてる時は意識してるのはショートの例で、自分の例で話したら、大立ちでもなく、よくこう低く構えて待ちなさいみたいなわけでもなく、その間ぐらいで本当にピッチャーのこのタイミングに合わせて右足、左足ついて軽く跳ねる、まあ、よくそのテニスとかでもスプリットステップとか、まあ、知ってる人は多いと思うんだけど、1歩目を速くする意識は、ゴロがじゃあ来ましたって時の意識は、一番大事にしてるのはこの体重移動で、その足を体重移動するときに彷彿に流れて取ることが多いと思うんだけど、絶対右足を強く踏んで、こう右足左足取るってリズムじゃなくて、右足取る左足がつくみたいな、ちょっと順番が2と3が 逆になるイメージで、なんでかっていうと1、2、3で取っちゃうと、もう右足左足ついた時点で体重っても体重移動もやっぱり一塁投げないといけないから、こういう感じに右左グローでいっちゃうと、例えばイレギュラーとか来た時とかやっぱりゴロって変化しやすいから、もうこっち側に体行くのに打球はこっち行くと対応しづらいから、右足にしっかり踏ん張ってボールを見る、で取ってから左足に移動させた方がスムーズにボールも取れるし、まあ、守備でよく言うその間の作り方っていう言葉を聞いたことあると思うんですけど、右足で作って体重移動、体重をしっかりかけて、この取るまでの間を、まあ、その長ければ長いほどボールはよく見れると思うんで、この取ってこうステップする一番自分では重要視しているところかなと思います。送球とかもよく上に投げちゃいますとか、ばらつきがありますってなった時に、守備って毎回綺麗に投げれる機会ってないので、キャッチボールとかでもよくやってるんですけど、まあ、これはキャッチボールとか知らんですけど、まあ、肩が慣れてきたりとかしたら、ここショートなんで逆シングルでこう投げたりする時もあれば、入団の時に投げる時って、まあ、こうする時は普通なんですけど、例えば足が速いランナーだったりとかするときに、やっぱ急いで投げないといけないと思うんで、こうやって投げたりするときもあるんで、それって普段やっぱり試合で使うなら、こうキャッチボールのとき塁間ぐらいになると自分こうやってキャッチボールするんですけど、例えば右足で踏み込んでこう投げると、もう一つは左足で踏み込んで投げる、で逆はこういう感じで投げて、大学のときからずっと毎日やってきてるので、一つ意識として取り入れてもいいんじゃないかなって思います。ショートの話になるんですけど、僕はこう取って、多分こっち側、一塁はこっち側なんですけど、取って投げるときに一番大事にしてるのは、取った後の肩の位置を結構大事にしてて、例えば取って一塁はこっちなのに、こっち側なのに左肩がこっち向いちゃうと、やっぱりどうしても体が開いてこっち側に抜けやすくなるんですよ。まあ、うまくコントロールすることができるんですけど、やっぱり数をこなしていくうちに確率がだんだん減っていくので、取ってまず大事にしてるのは左肩の位置とその一塁の位置が合ってるか、この直線上に体を持っていって腕を振ると、その肩はこう一直線上にあるんで、多少ずれても結構ここら辺とかここら辺にボールが収まりやすいと思ってるので、自分はもう投げるときはこの肩の位置をもうしっかりまっすぐにして、こう投げるイメージを持ってやってます。自分は今サード守ったり、まあ、セカンド守ったり、サードショート守ったりしてるんですけども、一番大事にしてることはバウンドを合わせるっていうのを一番意識してて、ソフトボールって距離が近い分打球も速くなるし、ランナーの足の速い方だと前に突っ込んで勝負したりするときに、バンドを合わせるっていう技術というか、球を見ないと身につかない部分があるので、私が大事にしているのはボール1歩目の入り方。私は、まあ、基本的には宇部選手と一緒で
左足から入って左足から入って で、自分の場合はまず左足に全体重、それ右ですよ、右か右足に全体重乗せて、で、まあ、上さんと一緒でボールを取ってから左足をつく。自分は左足に全部乗せて右足つくときに、このグローブを小学生とかの指導者の方だと胸に引きなさいって教わると思うんですよ。こうついて左足つきます、取ったときに体を持っていく、体を持っていって一塁に投げるっていうのを意識してて、このグローブを引いてしまうとイレギュラーに対応できなかったりとか、まあ、よくしてて、まあ、グローブを引くという行為をするしてしまうと、もう体が浮いたりだとか体が逃げたりするので、それを防ぐために右足に体重を乗せるためにわざと取った時にグローブ方向に対して体を持っていくっていう意識をやりながら私は練習してます。詳しいことは、まあ、僕あんまり守備正直得意じゃないのであんま言えないんですけど、数をこなせば皆さん上手くなりますので心配せずに頑張ってください。以上です。下手くそでも日本代表入れるんだぞってみんなに見せます。まあ、大学の時からやっている練習としては、一人でボールを使って一球ボール使って正面に置いてもらってボールに合わせる、自分のタイミングを合わせる練習をしてて、1、2、3、流れの練習をひたすらもう50球でも100球でもずっとやってた。私の練習方法がこれなので、まあ、皆さんぜひこの練習をやってみてください。逆シングルでもいいんですか？逆シングルでも全然どんな練習でも対応ができますので、こういう練習も僕の中であるので皆さんぜひ試してみてください。まあ、僕のその1個練習方法として、相手にこう投げてもらって小判をこういう感じで取るイメージ、こっちでもいいし全然この、まあ、基本的に小判ですね、小判を取るイメージで、でこれ こっち投げてって言わずにもうランダムで投げてもらって、こっちかこっちか正面に向いてそれに反応しながら小判を取る練習、これやってたかってやっちゃってちょっと待てよ。グローブのこうハンドリングの練習の一つとしてやってるのがあって、ボールってやっぱりこうハーフバウンドって言われてるこのちょっと難しいやつ、ショートバウンドじゃなくてショートバウンドよりちょっと前のハーフバウンドってあると思うんですけど、まあ、僕もハーフバウンドが一番難しいと思うので、まあ、基本的にショートバウンドか、まあ、綺麗なワンバンでボールを取りたいので締めるときはもうそれになるべく合わせるんですけど、足でこう走りながら合わせるんですけど、やっぱどうしても合わない時だったり、小判でもここのハンドリングがうまくいかないとやっぱりエラーする確率って上がると思うんで、そのリズム感とか感覚をこういう感じで練習でこう小判で取るように練習してて、そのなんでこれがいいかっていうと、小判取る時って引いたりとか結構する人っていると思うんですけど、まあ、基本的にこう引く場面もあるんですけど、引くより僕押し出す方が 8-2 ぐらいの割合でこう押し出す方が多くて、なんでかっていうとボールってこう来るのに対してしっかりこう面を向けてこう跳ねるじゃないですか、跳ねるんですけど、これを引けば引くほど例えばボールとグローブの距離が空くじゃないですか、ここで回転がちょっと違う回転がかかってて、引けば引くほど横に行くとずれていくじゃないですか。でもこうこれを最小限に抑えたいんで、こうグローブを跳ねた時にこうかぶせてあげると、このタイムラグが少ないんでこう重ねてリズムで言うとこういう感じで取りたいんで、その意識づけとしてこうやって振ったら前に前にってイメージですね。こう練習の時は前に毎回こうやって取ってるかって言ったらそうじゃないんですけど、意識づけとしてこの前に逆心もこう引くのも
ありなんですけど、引くってよりはこうボールが跳ねるところで前に押し出すイメージで面を向けて、その方がこうボールに一直線に入るんで小判は取りやすいです。引いてこのまま行った方が投げやすいなとか、前に行けない場面とかもあるんで、そういう時は引くんですけど、使い分けはしてるので、その練習とかでいろいろやっておくと、こう試合になった時とかに幅がプレーに幅が出るんで、それを体が覚えてるんでやりやすくなったりとか、例えばプレーの幅が広がることでアウト取れなかったのが取れたりとか、エラーしてたボール、まあ、部分がエラー減ったりだとか、まあ、僕は意識してやってるので、まあ、それでエラーする確率というかを減らしていけるように、まあ、普段からどういう感じで練習してるかっていうのは大事だと思うので、一つでも取り入れて良くなっていったらいいかなって思います。宇根選手と吉永選手って浜口さんから見てどんな印象を受けますか？これからの選手じゃないですかね。いかがであったでしょうか？いいこれ。いかがであったで。ちょっと出なかったです。これめっちゃ詰まりすぎた。いやいや、もうそのまま行こう。そのまま行きます、ね。そのまま行こう。恥ずかしい。まあ今回は、まあ、基礎ということで、まあ、ほぼ宇根さんの回になると思うんですけども、今日やろ、一言お願いします。趣味の基礎、まあ、その一部分とかしかこうでき説明できなかったのとか、まあ、軽くしかやってないんで、まあ、今後はそのグラウンドとかで連携だったり、グラウンドの距離感のスピード感とかでそのノックをしたりして、いろいろお伝えできることがあればなと思うんですけど、その時にはちょっと吉永いないんで。いる？いります、もちろん。じゃあ、まあ、いないと鼻がないんで、カットで。お伝えできることがあればなと思うんですけど、その時にはちょっと吉永いないんで。いる？いります。そんな感じでやっていきますので、この動画が良かったと思う人はいいねだったりチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバーイ。あ、ちなみに余韻なんですけど、この方グローブ忘れてます。言うな。これ僕のグローブです。一応これ見てください。あ、やめろやめろ。ちょっと待って、スピー、ちょっとカナって書いてあるんですよ。スピー、これ彼女とかの名前じゃなくて西野カナがめちゃめちゃ大ファンみたいなんで、ここも西野カナって書いてあるんですよ。やめろ。西野カナファンの方は、吉永めちゃめちゃライブ行くぐらい好きなんで、ここで1曲ありがとうございます。ちなみにこれも女の子から買ってもらいました。バイバーイ。